にゃんにゃんちゃん、ご飯食べた。うん、食べたよ。今日はね、残ったご飯よ。うん、今日ね、あのアジフライがね、一つ残ってたの。うん、昨日の前の一日経ってるから、アジフライ一匹食べ、一つ食べてね、あとはね、おじいが残したネギ味噌ラーメンね、残ったままだからそれ食べたよ。ネギ味噌ラーメンと、あとはアジフライ。うん、そうね、もったいないもん。おじい残してさ、今日ご飯食ってきたんべ、遊び行って、また無駄になっちゃうね。ポロンちゃん、こんばんは、ありがとう。にゃんにゃんちゃん、もったいないもんね、残した。そうだよね、ほんとだよ。私いつもそうやって生きてる。うん、どうせさ、明日10時半までに行くから、飯食わないから、また明日起きっぱなしだと痛んじゃう。うん、ネギ味噌ラーメン美味しかったよ。うん、それ残り食べてね。うん、アジフライ1匹、ほんで今さ、ボス飲んでる。ボスね、そう、マリちゃん、ヨセさん、イカルドさんの息子さん、立派だねって。ほんとね、なんか親子の縁を切りたいって今やってたでしょ。私見たんだよ。お医者がさ、せがれ働いてるんだよね。いくらか朝働いて、それで好きな時間配信やってるんだよね。ココちゃん、声が大きいから静かにしてね。そう、ベリサさん、そろそろ信号配信者として目を覚ましてくれって。ああ、そうだね。でもさ、ナイスが始まれば透けると思うよ、あの子。うん、だから今待機してるんだと思う、ベリサちゃん。うん、ね、そうだよ、きっと。うん、ベリサさん、期待中ならいいんだけど、笑うって。うん、多分そうだよ。うん、透けると思うよ。うん、今日暑かったね。明日は少ししのげるみたいよ。23度だってね。うん、あ、でもうちクーラーつけないね。涼しかったね、ここ開けといて。うん、お昼寝して起きたよ今日ね。ありがとうね。うん、今ね、結構有名な人やってるからね、閲覧は低いよ。だってな、デコルト姉さんもやってるし、イカルドさん、あとあれやってなんだっけ、今さ、今有名な人いっぱいやってるでしょ。イカルドさん、あとは小前くんもやってるし、あとはデコルト姉さん、セイジさんね、みんなすごい閲覧の人ばっかりよね。すごいね。ああ、もうナイスさ、20日過ぎたから、またみんな頑張ってるね。ニーナちゃん、のりこさんに、また、あ、アンジだ、来てもらいましょう。頭下げて、って、のりこさん来ないですよ、ニーサさん。ね、ニーナちゃん、のりこさん来ない。ね。ああ、新社より、信号やのりこさん。身内でしょ、だってね。ウェリサさん、シンゴもヨセさんのナイス盛り上げる計画考えてるでしょうねって。うん。うん、そういうことはやってくれると思うよ。あの子だからね。うん。そう。あ、ココタン、ヨセは家族、うん、親戚、誰も相手にされないねって。これアンチだからね。ニーナちゃん、ナイスより、近所付き合いが大事って、かこいさんの皆さん。え、れんくん、今日配信したけど、よしえちゃん来なかったって。あ、れんくん、いつは配信してるの？何時頃？だってれんくんわかんないんだよ。何時頃するん？昼間。れんくんはいつ放送してるの？来なかったって、当たり前って書いてある。なに、れんくん。
ね、うん、レン君、だってレン君昼間やってんの、あ、昼間笑うって、そうなん、昼間おねんねしてるよ私、そうなの、うん、どういう顔でやってんの、レンっていう名前でやってるん、そう、うん、ベリサさん、ヨシエさん、コメントを打てればいいですけどね、そうなんだよね、わかんねえんだよね、そこまでね、おばあちゃんだからね、そうなのよね、うん、ありがとうベリサちゃん、本当だね、うん、ありがとう、ありがとうね、レン君ごめんね、そっかーってレン君、見てもコメント打てないから笑うってね、そうなんだよレン君、ごめんねレン君、うん、うん、本当だよ、うん、でも顔見たいな、うん、みんなか顔、ゆうたろうくんも顔見てるけどコメント打てないもん私ね、見てるよ、うん、こうやっていつも見てるよ、うん、昼間はほとんど見ないんだよレン君ね、私、うん、ちょっとうちのことちょこっとやったりさ、やってできねえけど、うん、昼間はおねんねしたりやってるんだよ、うん、いつも何時に見るのって、うん、あ、そうだね、10時半ごろ起きて自分でにゃんこの餌を見てね、うん、それからねあれだよ、うん、ちょっと見るお昼パルパルちゃん、うん、パルパルちゃんのね炎上ニュース見る、うん、パルちゃんのね、うん、それでねこうあとは誰だっけ、うん、あほらなんだっけあの子、うん、なんだっけあの子は、うん、あれ名前忘れちゃった、うん、あなんだっけ、うん、いや生活していけないっていつも言ってるじゃん、目の細い子でなんだっけあの子、うん、いつも言ってる、うん、あのふわっちポイントゼロ、財布もゼロ、うん、払うものはいっぱいある、ウィンナーなんかああどうにかしてくれって言ってる、ああ日報さんじゃない、うん、あ日報じゃないよ、うん、え、レン君、え、ヨシエさん炎上ニュース笑うって、レン君炎上ニュースそうだ、そう見るよ、うん、パルパルちゃんのねガンボちゃん、日報さん、日報さんも見てる、うん、忍法さんの真似してる人もいるよね、一人ね、そうだよね、ガンモちゃんね、あとなんていうのは、あの何さんっつったっけな、瀬戸さん、うん、瀬戸さん知ってる、うん、瀬戸さんが生活していけないっていつもやってるじゃん、あれも見るよ、うん、瀬戸さん、うん、そうだよ、ニーナちゃん配信より10分、ここちゃん、夜まで何もせず配信見てるんだろう、掃除機でもかけろよ、うん、掃除機かかんないよ、うん、ゴロゴロかけてるよね、ニーナちゃん、息子の様子見なさいよ、あ、何配信より息子の放送見ろ、うん、様子を見ろ、あの子嫌がるよ、うん、あの子あの子で何か考えてると思う、田村隆彦さん、慎吾さん食わせるためにヨシエさん旅館で働いてたの、感謝の気持ちがないですねってね、そうね、あでも最近は優しいですよ、あジェイさんのりこさんと仲直りしましたって、うん、してるよ、うん、変なこと言わなければ大丈夫よ、ジェイさんナイス、始まったらまた慎吾と2人で配信してほしいって、ありがとうありがとう、うん、あゆわちゃん今日は何を食べましたかって、私、うん、あとね昨日の前買ったねアジフライ、アジフライの大きいのがあった、それソースかけて食べてね、あとはね
おじいが昨日作ったネギ味噌ラーメン残したのよ。だからもったいないから今日ね食べるったって、今日はに休みで遊び行っちゃっていなくてさ、外食してきてネギ味噌置きっぱなしだから、その残りを私食べた、ネギ味噌ラーメンの残りとアジフライ一つ、そうだよあゆやちゃん、もったいないもん、おー、なんでもね無駄にしちゃダメだよ、ここちゃん吉江引きこもり家にいるけど、外で草むしり抜きでもしなよって、したいよ、したいよ、そうにしたいよ、私じっとしていたくないよ、草むしりやりたいよ、ね、植木屋さんってさ、草むしは草はむしってくれないから、あのシルバー頼めば草むしりぐらいしてくれるかなと思ってる、ね、大きい木は切ってもらったけど草はむしってないよね、現実問題、この先どうし、この野郎、松さん、吉江さん、こんばんは、顔色ああいいねって、ありがとうありがとう、ね、クリマンジュさん、定期ありがとうございます、ありがとう、パーナちゃん、嘘でしょ、今寒いよ、こたつつけてる、え、本当パーナちゃん、本当、こたつつけてる、こっちはね、パーナちゃん今どんどんあれだよ、窓開いてるよ、温度が違うんだね、おじいさん、最近慎吾と仲良くしてますか、慎吾と仲良くしてる、っていうか、最近ね、私ご飯食べられないって言ったら寿司買ってきてくれたよ、この間、そうね、またね、ありがとう栗まんじゅうさん、ありがとうございます、テイキーありがとう、レン君、シンゴ優しいなってさ、私何ももう食いたくねえよって言った、おいたらね、よっさんどれがいいんだってスマホ持ってきて、頼んでくれたよ、ほんで買ってきた、アイチャムさん、野球見に行ってました、ありがとう、いつもありがとう、風船ありがとう、アイチャム様ありがとう、ジェイさん素敵な息子だねって、ありがとう、あれか、シンゴさん仕事してるのって、仕事してないんだよね、してないんだよレン君、何やってるかわかんないんだけど、でもね、最近支払い全部自分でやってるよ、偉いなと思う、今まではね結構ね私ね自分のねお金助けたけど、今は何やってるんかわかんねえ、金持ってるよ、おじいさん信号にいいとの王様だってね、